こんばんは。ちょっと遅くなっちゃいました。メール書いてたら時間がちょっと過ぎちゃいました。こんばんは。やっほー。どうも。今日はもうお風呂を終わらせたので配信が終わったら眠るだけです。やったね。わあ、なんか新しいギフト始まった。新しいギフトだ。そう、お風呂上がりです。あれ、嘘だよ、歌はまだあるの？あれ、昨日までじゃなかったの？今日もあるんだ。そうなんだ。皆さんこんばんは、パセです。よいしょ。ちょっと充電器に充電を挿すの忘れちゃったから挿します。よいしょよいしょ。OK です。ちょっと揺れます。はい、 OK です。こんばんは。ね、嘘がたくさん来てる今日も。ちょっとこの嘘ギフト期間終わるまでギフトが遡れないね。遡れないですね。こんばんは、どうも。お疲れ様。今日は私は休みだったのになんかバタバタしてました。こんばんは。そう、休みだったんだけどね、なんかあっという間にいろいろしてたら一日が過ぎ去っていきました。そうなんです。もう眠たすぎて風呂終わらせて配信終わったらもう寝ようと思って。やっほー。そうなの。みんなも終わりましたか？お風呂。DMM、いや、本当始まったの？おきさんのセレクト。何が始まったんだ？ちょっと見てみよう。僕隊公演を見る配信をいつやろうかな。いつできるかな。調子悪いの？なんで？悪くないですよ、全然。ただ眠たくて早く終わらせただけです、お風呂。こんばんは。あ、 DMM ログアウトされてる。 iPad の方。うわー、ログインできない。ログインできないよ。こんばんは。エアロバイク漕いでます。えら、運動してるんですか？めっちゃいいじゃん。こんばんは。筋トレ終わらせてきました。えらすぎ。私何もしてないんだけど、今日何も運動、ちょっと歩いたぐらい、ちょっとしか歩けてない。スリップ塗ったか。口に色がなさすぎた。リップのとこ。はい、どうも。横になってます。その調子です。レッスン今日なかったですよ。私は
なかったよ。2万歩超えた？すごっ。すごいね。すごいですね。あ、本当グータラミいっぱいいる？よかった。仲間意識です。よかったです。労働したのでゴロゴロしてます。それはもうゴロゴロしてください。ゴロゴロしてね。ソラハキャプテンの家にいると思って。違いますよ、ハズレですよ。ハズレですよ。ソラハさん、ミチュさんの家にいないですよ。ハズレだよ。こんばんは。寝っ転がって見てます。どうですか。どういう気持ちで泣いてますか。ありがとう、見てくれて。広島行く予定、よろしくお願いします。あ、パセいないか。沖前公園かな。沖前公園ですかね。パセいなかった。でもパセも見に行きたいですって言ってるんですけど、パはその日ももちゃんの卒業公演に出るから、多分見れたとしても一部なんですよね。一部分だけだけど、楽しみに。配信も、広島公演まで配信も見ずに瀬取りだけもチェックしたけど、見ずに来てるので楽しみです。あとは広島公演が終わったら配信で見たいと思います。ももちゃんの卒業公演も楽しみ。来てほしくないけど出れるの嬉しいです。パシャちゃん出てほしいってずっと言ってくれてたから、出れて嬉しいです。ももちゃんのね、ももちゃんのドレスめちゃくちゃ可愛いらしいので、楽しみ、着てる姿見るのね。そうなの、今週沖前公園とももちゃんの卒業公演が同じ日にあるんです。そうなんですよ。そう、パシちゃんって呼ばれてる。そう、パシちゃんって。確かに毎週末悲しいね。みなみんさんの卒業公演も前の日にあるんですけど、そちらは出演しないので配信の方でチェックする形になりますね、私は。はい、こんばんは。DMM アカウントのパスワードはメモ書きしてます。これだ。こんばんは。ログイン。お、いけました。ログインできました。ほうほうほう。今公開されている DMM のアーカイブでパセが関係ありそうなのはやっぱ撲退ですかね。撲退だね。あ、パセリからメールが届いた。パセリからメールが来ました。皆さん、今日も一日お疲れ様ですっていうメールがパセから来たよ。うん、撲退だね。今公開されてる2期生の過去の撲退は2年前のさこちゃん生誕祭と3年前、2年半前のももちゃん生誕と2年前のりこち生誕が公開されてますね。あとゴゴリバと僕恋公演と
6周年コンサートの一部と公開されてますね。おお、6周年コンサート公開されてるのすごっ。ちょっと後で配信終わったらチェックしてみようかな。すごすご。メール見ましたか？今日は個人ファンクラブもフォトとムービーと更新しておりますので、よかったらチェックしてください。6周年コンサート懐かしい。いや、そうなんだよね。通知ね、個人ファンクラブ通知あるといいよね。あと私がね、ずっとマネージャーさんに確認してるのが、匿名で質問募集とかができるようにとかできませんかって言って、今ね聞いてますね。質問コーナーみたいなやつをしたいけど、なんかさ、答えられるやつと できないやつがあったとして、質問内容で選んだとしても、この人だから選んだんだっていう風に思われたくないので、なんか揉め事の原因になりたくないので、だからその何ですかね、メンバー側には誰からかの質問が分かるけど、その見えないやつで募集とかできないかなと思ってますね。こんばんは。そう、うん、時間があるときに見てみてください。ぜひ。バレンタインの時の動画なんだけど、もう後ろも左も右も全部、全方向、自分の目の前もファンの方が、いろんなメンバーのファンの方とパセのファンの方が座ってて、ちょっとぼかしをね入れないと、ちょっとプライバシーが世にさらされてしまうので、ぼかしに手間取って遅くなってしまいました。1ヶ月ぐらいかかっちゃいました。お団子ヘア、そう、お団子したんです。見てくれてありがとう。うん、明日も聖地巡礼やったね。聖地巡礼、こんばんは。ぼかし難しいよね。しかも私がちょこまか動くからさ、私の顔のこっち側から、私のこっち側左にまひなさんのスペーベチームがいて、で後ろにまいはさんのスペーベチームがいてだったんですけど、私がちょこまかちょこまか動くから、私の右側から出てきたり左側から出てきて、なんかこうあちこちからファンの顔がひょっこりしてこっちにぼかし入れたと思って、またこっちにぼかし入れて、ぼかし入れて、ぼかし入れてってなって、結局その部分カットしたりとかしてやっとアップできました。ちょこまかちょこまかするんじゃなかったですね。お疲れ様です。どうもどうもどうもね、動画難しいね。シネマティックっていうねモードがあるんですよ、 iPhone とかで撮るとき。シネマティックモードで撮ると後ろが勝手にボケるの、ボケるのよ。だからユニバとかの動画をアップしてるんだけど、それはシネマティックで撮ってるんだけど、そのファンクラブじゃなかった、スペイベの今日上げた動画の時は、そのファンクラブサイトに上げるために撮ってもらったんじゃなくて、ただマネージャーさんがお願いしますってお願いしたわけじゃなく、マネージャーさんの優しさで全テーブル、全メンバーのテーブルを、回ってそのオフショット風景を撮ってくださった
もうマネージャーさんの善意で行われたその動画なので、そうだから普通の動画のやつなんだけど、そう、それを使わせてもらいました。いっぱい撮ってくださったから使わせてもらいました。遠近療養メガネ、すごー、なんか便利そう、文字見ただけで便利そう。こんばんは。大阪の阪神電車の梅田駅に永田しおりさんの生誕の掲示板があった。広島駅にもあるんだってね、見に行かなきゃ。そう、今日お誕生日なんですよ、永田しおりさんの。そうなの、二十歳だって二十歳だそうです。若い。そうなの。あ、そう、今日歌コアの移民さんでした。そう、広島駅に1週間あのファンの方が作ったあの電光掲示板みたいなやつが表示されてるから見に行きたいなって思ってます。この前はバイキングライズだっけ、今 STU がコラボしてるゲームの広告を見に行ったら、みちゅさんのファンの方が作った、あ、デジタルサイネージ、それだ、それみちゅさんのやつがポンって急に現れて、はあ、びっくり。おみちゅさん、なんですか、パだよ、なんだい。うたコン見逃した？え、うたコンって再放送ない？ない？こんばんは。いちごつまみ食いしてない、つまみ食いしてないよ動画でしょ、してないですよ、あれ食べてないよ。前髪、そう、前髪また伸びてきたんですよ。すぐ伸びるんだよね、ありがたいけど。そう、松葉も行けました。でもさ、今までずっと行ってたところがここ数日休業日になっててお休みで予約取れなかったので、今年入ってからずっと違うとこ行ってるんですよ、毎回タイミング合わず。で、新しいとこに挑戦してて、今日もまた新しいとこ行ったんですけど、なんかね、お店の方がすごく優しくて、前回行ったお店でやってもらった時にばらつきがすごかったんよ、まつげの。まつぱってやった日だけじゃなくて、その落ち方の、落ちる時のさ、カールが落ちる時のばらつきとかの問題もあるから。それでね、今日前回他のとこでした時にばらつき気になったのでっていう話をしたら、ばらつきが出にくいように最初のまつげを柔らかくする液体を多めにして、なんか平等に上がるようにしましたって言ってくださって、なんて優しいの、そんなことができるのってね。どれくらいこのまつげちゃんが持ってくれるか楽しみです。また次回もそこに行こうと思った、店員さんが優しくてなんか可愛くって。こんばんは。あとね、
あのね、ボールペンが書きやすくてボールペンめっちゃ良かったんだよね、今日のお店のやつ。ね、また行きたいなってなりました。いや、どこのか分かんないんですよ、見なかった。書きやすいなと思ったけど見なかった。なんか見たことない形だったんで、白っぽい、もう全面白みたいなやつだった。ちょっと今度探してみます、文房具コーナーで見たようなやつ。サラサではなかった。久しぶりに配信見えてます。毎日お疲れ様、こんばんは。モンブラン？何？モンブランっていうメーカー？品種？品種？それなのかな？ちょっと調べてみよう今。わかるかな？わかんないんだよね。普段さ、文房具にこだわりなさすぎて、調べてみる。本当にそれかどうか。それだったらすごいね。検索。待って、いや違うな、違いますね。あ、でも、あ、えー、いや違うかも。いや、あれどうだろう、わかんない、違う、え、高っ、びっくりしたよ、高っ、違いました違った。白白ボディのボールペンで検索してみるね。わあ、めっちゃあるじゃん、どれかわかんないよ、この中にあるはず。いや、どれなのわからん、わかんないです、正解わかんない、誰もわかんない、そのマツパのお店の人しかわかんない。あーでもこれかも、無印良品かもしんない、もしかしたらこんな感じだった、こんなだった、無印良品かもですもしかしたらこんぐらいシンプルだった。いや、これ似てるな、無印良品のこの20、え、28円安、え、あ、本体が28円、え、安、え、これかも、え、え、28円って書いてる、マジ見てよ、28円って言ってるよ、これかも、こんなんだった、こんなんだった、形も色もこれの可能性ある。ちょっと今度無印に行って見てみます、実物を。きっとこれな気がするよ、28円、すごいね、もやしと同じぐらいの価格だわ、安くてびっくりしちゃった。100均より安い、4本は買えちゃうね。ね、安い、安かった。こんばんは。今日はなんかお知らせすることあったかなと思って今 STU のスケジュールサイトを見ています。Q&A が更新されてる。 Q&A さ、最近2期生にアンケート来ないなと思ったらいつの間にか 2.5 期生と3期生のコーナーになってた、気づいたら。更新されてる、ほうほう、iPad ログインされてなかったから後でチェックしよう。
面白い、好きな曲はとか、好きな季節とその理由を教えてください。私 Q&A 見るの好きなんですよね。メンバーの個性出るんですよ、答え方とか。なんか答えだけ短文で書くメンバーと、理由書くメンバーと、とか、なんか個性が出るので好きなんですよ。あとは、あ、ひなさんの卒コンとドラスト3期生コンサートのプレオーダー受付に関してのお知らせっていうのが出てるね、今日出てますね。え、菜の花畑席もう売り切れ、花よりおなご席、菜の花つぼみ席まだあるみたい。こんばんは、ひなさんの卒コン。ひなさん卒コンは1期生ドラフト3期生2期生が出演します。なので私も出演させていただきます。これは4月20日土曜日、アステールプラザ大ホール18時半からです。お昼にドラフト3期生のコンサートがあります。です。寂しいね。4月はね、ずっともう卒業関連の卒業公演とか卒業コンサートとかが続くので、4月はひなさんとみなみさん、ももちゃん、あとパンちゃん、おきさんですかね。ね、寂しいよね、とっても。別れの季節ですね、本当に。皆さんは私と別れしないでくださいね、教えしないでくださいね。明日やっとそれ見れる。あ、そっか、明日水曜日か、ストチャレ東京 MX の方最終回、明日最終回ですか。セトチャレ見てください。ラストセトチャレ、あのね、あのパス最後の方にだけ出てくるって思ったんだけど、この前リアタイで見たら、あの沖さんとのロケの映像も使われてたので、ぜひ見てください。TD でも挨拶かさないでくださいね大丈夫だよ、もうずっともう DD として認識してるから大丈夫だよ。これ以上増やさなかったらいいよ、すでに多いので、すでに多いのでね、もうこれ以上増えなかったら大丈夫だよ。こんばんは。そうだよ、これ以上増えたらダメなんだから。パセはまだいるから、みんなみんなおたそつしないでください。みんなこれからもよろしくね、新年度もよろしく。魅力的な子を加入させるからこっちも大変。いや、そうなんだよね、本当に。そう、その通りです。私も困ってますよ。3期生とかさ、他の姉妹グループの新しいメンバーも可愛い子が多すぎて、私も DD になっちゃう。みんなに強く言えなくなるから、ちょっと困っちゃうよね。え
これからもよろしくね、みんな単押しで単押しでよろしく。そう、ほくろちょっとね、これが最近の肌荒れツートップとほくろ、これのせいでビタミン注射を打ちました。この前あの話したっけ、ビタミン注射痛かったって。めちゃくちゃ痛かったんですよ。これを治すために打って今治ってきてます。ブツブツ話したか。まだお薬、今日の分の夜のお薬まだ飲んでないから飲まなきゃいけません。なんかね、粉薬なんですよ。粉薬とか小学生ぶり飲むんだけどさ、まずくないの、酸っぱいの。ビタミンの薬だから、ビタミンとなんかお肌にいい薬なんですけど、朝と夜に飲むのね。で、一袋に錠剤が 2,3 個と粉薬が入ってるんだけど、超酸っぱいの、めちゃめちゃ酸っぱいの。そう、超酸っぱいし、そのお肌のやつが乳製品とか鉄分と一緒に飲むと効果が薄れるよって言われたから、今ずっとヨーグルトとかを我慢してて、でアイスもお薬を飲む2時間から4時間空けて食べなきゃいけないから、ちょっとね、生活の最近の生活はね、そのお薬で回ってる。お薬も飲んだから4時間後までヨーグルトもアイスもダメだとかしてたら、ヨーグルト食べるタイミング逃して、でまた夜が来て、あ、やばい、薬だからヨーグルト食べれない、アイスも早く食べなきゃってなって。そうなの、だからね、夕方にアイス食べちゃったから配信が終わるまでお薬飲めないんです。薬ね。でもそういうダメですよっていうの教えてくれるのありがたいですね。知らずに食べちゃうから。こんばんは。パルテノ、え、パルテノ美味しいよ、おすすめ。パルテノ蜂蜜かけたら美味しいです。蜂蜜ついてるタイプもあるけど、あの蜂蜜の分ヨーグルトが量が違うから、自分で蜂蜜をあの常備しとくとお得です。アイス、アイス、金アイス、え、この前したんよ。この前食べない日やったんですよ。1日1アイスの中で何日か食べなかったアイス、なんかもう食べなくてもいけそうなんだけど、でも一回食べると食べたくなっちゃう。今日はサーティワンのチョコチップ食べました、アイス。夜も食べたかったけど、ちょっとお薬飲むから食べれない。また明日、また明日の昼以降にしか食べれません。悲しい。こんばんは。スーパーカップ推しです。スーパーカップもいいね。私最近もう食べてないから、もう食べたい。もうが好き。でも何でも好き、アイスも何でも好きです何でも好きだからさ、何でも食べるよ。こんばんは。みんな元気ですか？元気？一日一アイス？でも今日一日一アイスです。意図せず。昨日2個食べたけど今日は1個。パピコって何個に換算ですか？あれは1袋で1個だよ、きっと。
あれは一袋で1個です。うん、あのもう1個の方は人に渡すか、あのそう優しさが問われてくるけど、袋に入ってるんだから2個で1個だよ。2個1です。ピノは1箱で1個です。もちろんだって、私だってサーティワンは今レギュラーサイズで1個って知ってるけど、レギュラーサイズってめちゃめちゃでかいんですよ。めっちゃ量が多いの。でもそれでも1個って知ってるから、あの箱にあのパッケージされてるので1個です。だからビエネットの箱は箱で1個です。うん、ただ箱アイスに関してはパリパリバーとかパルムとかの箱アイスに関しては、あの箱の中にさらに袋に入ってるから、あの1本で1個です。うん、そこはごめんだけど、そこに関しては1個箱で1個じゃなくて袋1個です。そういう計算で大丈夫です。はい、ピノのファミリーパックは悩むね。いや、普通のやつが6個で1個ってなったら、じゃあ6個で1個にしましょう。ピノは6個で1個です。6個1です。うん、あ確かにパリパリバ細いからね。じゃあパリパリバは2本、うーん、2、3って言いたいとこだけど2本で1個にしましょう。いやでもチョコバッキーもそう言ったらもう、うーん、チョコバッキーは1個で、1個1個でです。ちょっとまた1日1個生活気分でやっていこうかなって思います。こんばんは。ヒートテックが丸見えだった。ヒートテック着てるのバレちゃった。チョコバッキー、チョコバッキーはあのコンビニに売ってる期間限定とかのあの倍増みたいなやつが好きだよ。食べたいアイス、そのアイスの味したら食べたくなっちゃった。でも私にはビタミンの薬がいるから今はビタミン優先なんだ。うん、あとさ箱買いした背とかがもうあと4個か5個ぐらいでなくなるんです。わあ、シナのソラハが飯テロ画像送ってくる。いい、おいしそうな写真送ってくる。楽しんでやがる。こんばんは。いいなあ。あ、聞いてください、私今日初めて、人生で初めてずっと食べたかったものを食べました。何だと思いますか皆さん、何を食べたと思いますか。パセパタロー、なんと尾崎セリカ蒙古タンメン中本カップ麺デビューしました。わあ、ずっと食べたいって言ってたやつ食べた。全然辛くなくていけた。予想より大丈夫でした。美味しさをやっと共感できる時が来た。嬉しい。1ヶ月近くずっと台所の戸棚の中に隠し持ってて、いつか食べよう、いつか食べようって思っててタイミング逃しそうだったから今日食べちゃいました。イエーイ、あ、ミラーボールが来た、ありがとうございます。え、おいしい。なんか辛っとかじゃなく、そうびっくりしました。もっと辛いのかと思ってた。舐めてる私もしかして。
もっと辛いもんですか。え、美味しかったよ。北極、それは絶対に火を吹いちゃうね。辛いのはまあまあ、まあまあいけます。美味しかった、めちゃくちゃ。また食べたいと思った。ハマる人の気持ちが分かった。私さ、まだ食べたこともないのにアレンジレシピをずっと調べとったんよ。したら納豆入れるのがいいみたいな書いてたから、今度入れてみたいですね。今日はちょっと入れれなかったから、あの別で食べちゃった、分けて食べちゃったから。辛さ、でもそんな強くはないよ。ヒリヒリはしました、口ヒリヒリはしたけど、想像しすぎてたのかもしれない、辛いっていうイメージを。赤と黄色、え、何二色あんの、わかんない、どっち。私が食べたのはわかりません。どう違うんですか、何がどう違うの。え、普通に売ってるやつを買っちゃった、何も知らず。違うの、わからんかったよ、何も。どう違うの、もっと辛いの。じゃあ今度見つけたら食べてみる。麻婆豆腐、麻婆豆腐辛いの、ほい、食べてみたい。どんぐらい辛さいけるのか食べてみたい。そうだね、中本のお店この前ね見つけたよ。この前池袋に行ったんですよ。池袋で、はぁってなった。噂の中本あるやんってなりました。なんか道に迷ったんですよ池袋で、そしたら裏路地のところにあった蒙古タンメン中本。いつか、でも東京行く時とかってさ、だいたいそういうお仕事とか撮影とかさ収録とかで行ったりとかお話し会とかだからさ、むくめないんですよいつも東京駅の地下とかの牛タン屋さんとかもういつも美味しそうと思いながら通ってる、ね、食べたいって思いながら通ってるよ。黄色はチーズ、あ、じゃあ赤です、私が食べたの。汁なし担々麺セブンにあるの、じゃあ次そっちに挑戦してみる、挑戦する。あ、代わりにむかんでくれる人が見つかった、じゃあ全部あげます。明日の朝起きるの怖い。ネギシ行ったことない、連れてってください。あのね、前にねももちゃんがチリパで一緒出た時に、お仕事の合間に、東京とかでお仕事があった時はお仕事の合間に一人牛タンをするのにハマってますって言ってたんですよ。なんて大人なのと思って、私も牛タン食べたい。牛タン広島駅にあるとこ行ってみたいな。ラーメン部、ラーメン部でもラーメン好きなメンバー多いけどね、ないですね。私 STU バスケ部を作りたいです。バスケ経験者集めて STU バスケ部を作りたいです。か STU アイス部か、
STU いっぱい食べる部か STU パフェ部、私が部長を務めたいと思います。よろしくお願いします。でも私もラーメン好きだから入れてください、仲間に。ラーメン、ラーメン部いっぱいいる。マイキューさんも好きだし、ソルハさん、イケコウ、ステイアイス部。でもなんか食べる量の差がすごそうだから、ちょっと同じぐらいの人が見つかるまでは作れません。アイス部に入りたいです。ではまずは STU のオーディションを受けるところから始めてください。4期生募集をお待ちください。4期生募集でもしかしたらもう今ってもう多様性とかみんなねあれだから、年齢制限も性別の制限とかも何にもなくなったらぜひ STU のオーディションに応募して、でそっからまたさらにアイス部に入ってください。アイス部はあの胃袋が強い人で構成する。いつも年齢で諦めてますね応募しようと思ってるんですか。私のお父さんもいつも応募したいって言ってる、なのに応募できないでいるの、ね、入団テスト何をする気ですか。君はメロディー、あ、君はメロディーやばい。サーヤンの再来、高尾さやか再来です。もう大好き、サーヤンのオーディションエピソード大好き。オーディションの歌唱審査で君はメロディーを入れて前奏で終わった、あのワンフレーズ歌って終わった話大好きです。でもあの話をさ聞いて真似してやっても絶対受かんないじゃないですかね。唯一無二だよ。サーヤンしかできないよ。パスは紙芝居したよ。でも緊張しました。なんかスタッフさんがいっぱいいて、時間が来たらなんかチーンみたいな、あの分かりますかレジとかにさあるような、あの分かる、店員さんがいない時に押すチーンみたいなやつ、ベルみたいな、ああいうので時間やるの、測られるの。30秒だったかな、測られるんですよ。その時間内にアピールするんですけど、他の候補生も一緒に部屋に入って、じゃあ次誰々さんって言って前に立って喋ってアピールして、でそこで合格じゃなくて一旦控室に戻って、全部の審査が終わって全員の前で何番何番何番って呼ばれて、呼ばれた人は立ち上がるシステムです。で呼ばれた方は解散後別室にお願いしますって言われて別室に行って、そこでショールーム審査の説明とか写真撮影とか、あのみんながいっぱい見てきたであろうあのオーディションのパセリの写真を撮ったのがその時ですね。で一旦帰って、二次審査終わってお家夜行バスで帰りまして、で YouTube に上げる動画を提出しなければならないとなって、で私が参加したその神戸の会場が
締め切りの2日前とかだったんですよ。だからその2日か3日ぐらいしか期限がない中で撮らなきゃだったんだけど、雨予報だったの。でも絶対に自然光で撮った方がいいじゃないですか、そういう動画って。だからおばあちゃん家に行って、あの事情は説明せずに撮ってほしいって言って撮ってもらって、そう撮って、撮り終わって部屋に入った瞬間もう大雨、すごいいっぱい雨が降ってきて、ナイスタイミングでした。そうなの、間に合ってよかったです。難しいよね、動画とかさ撮ることないからさ、ね、で YouTube 公開されて、ショールーム審査があって、最終オーディションがあって、今に至っていますよ。なのでもし皆さんがオーディション受けることがあったら、ぜひ自然光で撮ってください。合格おめでとうね、おめでとう。4年半前の私、そしてこうしてパセがここに誕生しました。うわー、くしゃみが出そう。出なかった。ショールーム見てね私がショールーム見ますよ。みんながもしオーディション受けるなら見に行くね。頑張ってくださいって。こんばんは。パワーください私が立てるんですか、オーディション中に。じゃあもう子さん名乗っていいですか。その時から目をつけていました、ダイヤモンドの原石です。私が推薦コメントを書くよ。この子はセンターになる実力があります。私は分かります、この子の将来有望です。私が推薦コメント書きますよ。あだ名ね、パセマさんやりたかったよ、ショールームのあだ名つけるやつ。謎にフルネームだったから悔しい。48グループのオーディションって言えばさ、あだ名じゃないですか、三四郎とか三四郎ココアさんね。私もつけたかったよ、パセリ。でも98番クッパしかもうないからさ、可愛いの思いつかないからダメ。なんかもっと可愛い番号やったら、なんかニャンニャンとか、22番でニャンニャンですとか言ったけど、私98番からクッパでしかなかった。こんばんは。確かにパーだ、パー。じゃあこれからパセリのパーどこから来たんですかって言ったら、オーディション番号の98番から来ましたって言おう。もうね、毎回ね、あの説明するのが本当にもう難しくて、なんでパセリって言うのってやっぱどの現場に行っても言われるんですよ。だからもう最近はあのセリカだからですって、もうシンプルに。前までいろいろ説明してたけど、もう今はセリカだからですって。で、あのパドゥルさんとかそんな感じでインパクト残るかなと思ってって言ったらみんな、あ、なるほどねって納得してくれる。そう、 ST の2期生は本名だったんですよ。
そうなんですよ、本名だし。パーちゃん、ミドルネームです。お先パセリか、パプリカ、花が咲いたら晴れた空に種をまこう。それパプリカですね。ちなみにお菓子はカプリコですね。ちっちゃい頃はカプリコとジャイアントコーンの違いが分かってなかった。おさっきピーセリカ、おさっきピーエーセリカ、レプリカ、なんかかっこいい。でも偽物やん、偽物パセリ。パナップ、パナップ懐かしい。パナップ、おばあちゃん家にあった。パナップ、顔になってるやつ。ちょんちょん、パックンチョ、パックンチョ、この前差し入れでありました。パックンチョ袋タイプ。アイス食べたくなるじゃないですか。あの、私の家にある31のアイス残り3つになりました。8個あったんだけど、あと3つになっちゃった。桃と桃とチョコチップです、残り。食べたい。明日桃にする。桃、もう寂しいです。すぐなくなっちゃう。はかないです。自分が食べてるけど。桃いいでしょ。今月もあるのかな、3月だけかな、ちょっと分からん。あ、私 iPad の方には31アプリなかった。31も毎月メニュー変わるから。今なんかコナンやってるよ。今31でね、コナンのコラボ食べたらアクスタもらえるんだって。すごくないですか。怪盗キットの、怪盗キットのアクスタがもらえるんだって。え、やばい、新作フレーバー見て。エドガーコナンのヨーグル、エドガーコナンのヨーグベリーアイスだって。確かに色味コナンだ。ジャケットとリボンの色だよ。コナンじゃん。トゥルル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 ル。あ、桃のやつあったよ。これです。白桃ブラマンジェ。これ今お家にあるやつ。果肉入り白桃風味シャーベットに桃のリボン、アマレット香るミルクフレーバーをミックスって書いてます。楽しみ、食べるの。お腹が鳴ってるよ。31、これコナンのアイスを買うと、こうやってアクスタ、これがアクスタです。怪盗キットのアクスタがついてくるらしい。すごくない？しかもステッカーももらえるらしい。すごっ。これは映画が始まるからですね。今年も見に行きたいと思います。去年も行ったから。コナンの映画、ねえ、アクスタ安くない？そう思ったら、アイスを買うとアクスタがもらえるって。コナンの映画いつから？4月12日。まだまだや。あと10日あるやん。まだまだやん。まだまだだった。コナン、私お母さんが
単行本を集めてね、新しいやつが出るたび、新刊が出るたびに一緒に買いに行ってたんですよ。学童保育行ってて、小学校の時学童保育にお母さん迎え来て、そのまま本屋さん直行してコナンの新刊を買うのがルーティンだったんですよ。だからちっちゃい頃からコナンと共に育ってきたようなもんなんですけど、でもさ、だんだん成長してさ、一緒に買いに行かなくなったりして、情報が追えなくなって、その時離れた時の分を見返さないといけません。黒の組織の話とか。ソラハさんはね、コロナ禍で全話見たんだって。やばくない？全話だよ、全話。1話から全部見たらしい、コロナ禍の時に。コロナ禍でコナンデビューしたらしくて、すごくないですか？コナン何話あるの？だって全話だよ、全話。だってもう今追いついてるのね。今何話？コナンって今何話なの？ドゥルルルルルルン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 。なんて調べたらいいの？今何話って。今何話、あ、出てきた。今何話、1000話を超えていますって言ってる。ほえー、やばー。よく最初から見ようと思ったね。でも私逆に最初の方のやつの方が単行本でいっぱい読んでるからわかる。え、1117話だって。1100、あ、次の週が来週、あ、今週が1119話だって。すごっ。ねえ、だってさ、その放送された分のトリックがあるわけじゃないですか。どうやって思いつくんだろうね。なんか見ててさ、あ、この人が犯人やなって分かる回もあるけどさ、本当に分かんない回ってあるじゃん。すごいね。そうちゃん、そう、そうちゃん平時推しです。そうよ、私は特に推しはないですね。お父さんもコナン好きなんですよ。お父さんがなんかちっちゃい頃から光彦は黒幕だとかなんかそういう情報を言ってて、何言ってんだろうと思ったら、ネットとかでそういうなんか黒ずくめの黒幕予想みたいな、本当は光彦もそんなだみたいなとかいうのがあるらしくて、そういう話をねしてた。その時よく分かってなかったけど、自分が大人になっていろいろ映画とか見返して、ほうほうって。これからお風呂応援してください。頑張ってください。頑張って。大丈夫、日付変わるまでに入れば大丈夫。やばい、半過ぎてた。じゃあ今日は11時までしますね。もうお風呂終わったから
4時に終わってお薬飲んだら就寝。博士？でもなんかみんなさいい人に見えてくる。黒ずくめの人たちもなんかいい人って思えてくる。助けてくれたりするじゃん。去年の映画とかもさ、みんないろんな事情があるんだろうねと思って。こんばんは。最近はね、私あれ薬屋の独り言を見てたんですけど、それが終わっちゃって最終回迎えちゃって、毎週見ていたアニメが終わってしまったんですよ。で2025年にシーズン2が始まるらしくて、また来年まで待たないといけないの。なんかありますか、おすすめ。そう、やっとハマったのに最終回迎えちゃいました。まおまお。うん、泣かなかった。もう理解するので精一杯だった。私は字幕付きで見てました。毎回難しくて。あ、でもなんか昨日レッスン上でメンバーがなんか言ってたな、アニメの話。何だったかな。うん、薬屋の独り言見てる人多い。私もメンバーがおすすめしてくれてみました。でも4月だから新しいのいろいろ始まるのかな。なんかさ、ケロロ軍曹がさ、アカウント作ったんですよ。知ってますか、ケロロ軍曹20周年記念でツイッターアカウントできて、ケロロが始まるのかな。またアニメ原作ポン春アニメまとめ。え、あれエイプリルフールなの。嘘。え、違うよ、絶対絶対違うよ。きっと何かあるんだよ。タイトル見ても分かんないね。なんかさ、アニメとかってさ好みの絵柄とかもあったりするからね、えもうちょっと待ってみようかな。口コミとか見てから。あの薬屋の独り言もね、後から追いかけたんですよ。面白いよって聞いて、もうちょっと待ってみるのもありですね。ドラマもね結局見なかった。全然あ、でもヒロアカ見てる人多いけん、ヒロアカと、あと最近はどこに行っても配給の展示がいっぱいされてて、今日もロフト行ったら配給のなんか展示、あのパネルとか飾ってあったから気になるんだよね。ツイキャスでケロロの一気放送。ツイキャス？ツイキャスって生きてるんですか？ツイキャス？なんでツイキャスなんですか？嘘！見たかったよ、ケロロの一気放送。あ、アイドル失格は見ましたよ。見てたよ。見てるよ。ダメでしょって思いながら見てる。あんたほらもうほら言ったでしょ、ダメってバレたでしょって言いながら見てる。 TikTok でもさ流れてくるけど、いいとこいい部分が切り抜かれてさ流れてくるけど、ほらダメでしょって言って見てるよ。ほらね、
ちょっと見て。すごいよね、あれを全部考えてると思ったら。相棒まだ2話から進んでないですよ。もう最近はバラエティの録画の消費をしてます。この前のアメトークのあの絵が下手なやつとキャンプのやつとあと家事やろうと、鬼滅、鬼滅、煉獄さんが亡くなってからもう悲しくてもう見れなくなっちゃって、煉獄さんあんなにいい人だったのに、うまいうまいって言って、あんなにさ登場してすぐにいなくなると思わなくてびっくりだった。衝撃すぎてもうね。いやもう私1話からもう泣いてたもんね。炭治郎がいい人すぎて、ああ炭治郎こんな働いて、ああ私もなんかもっと頑張らなきゃみたいな気持ちになる。炭治郎が家族のためにこんなに、ね、しかもさあれじゃん、絵が綺麗でさ、血とかの描写とかもさすごいからさ、もう感情移入しちゃう、もうリアルに感じちゃう。アニメとかじゃなくもう入り込んでしまう世界観に。何シナノンチのイクル、ソラハじゃなくて、X よく漫画流れてくる。私もねちょっとね最近面白いこれ気になる本買いたいなと思ったやつがあって、なんか金魚食べるやつ、ちょっとブックマークに保存した気がするな。金魚食べるやつ、なんていう作品名だったかな。金魚食べちゃうやつ、あこれだ、なんていう作品名だ、あこれこれです、この漫画が流れてきて、でこれは作者の方が無料で一部公開してるんですけど、面白くてね、ハッシュタグ漫画が読めるハッシュタグってやつをたまに見るんですけど、そこでたまたま見つけた作品なんだけどね、自分は普通と思ってるけど周りから見るとやっぱ変わってる子みたいな主人公がね、で普通になるためにいろいろ試してみるよ、生活に馴染むために。でも本当に変わってて、なんかこれはね、ちょっとホラーなんですかね、なんうん、見てみてください。ちょっと怖いかも。でも気になる。続きが気になって読みたくなる。ね、私も最初流れてきて金魚食べ始めたからと思って読み進めたら、どん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 見たくなっちゃって、普通に買うか迷ってるところ。あとね、この前ねもう一個ね面白いやつ見つけたんです。なんか
それも保存した気がする。私気になったらねブックマークに保存するんですけど、うーん、なんて作品だったかな、なんかプリキュアみたいなやつ、プリキュアになるみたいなやつです。ちょっと待ってよ、あ、これ魔法少女みそじってやつ、魔法少女みそじっていうやつなんだけどね、たまたまこれも流れてきて、作者の方が公開してるやつが流れてきて、1月18日に流れてきて、そう、みそじの人が変身するんだけど、なんかこれでタンバリンとかシャンシャンして、萌え台詞みたいな言わなきゃいけないんですよ。これが流れてきて面白くてね、そう、見てみてほしいです。 X で作者の方が公式に出てるやつだから、違法で上げられてるやつではないから見れるやつ。あのね、この投稿です。これ1月18日に上がってるやつが面白くて、いろいろ見ますね。みんなもおすすめあったら教えてください。ぜひ。なんかね、調べることもあるけど、これはこの今言った2つはたまたまおすすめに流れてきて、いいねがいっぱいついてたんですよ。だから気になって見たら面白かった。でも全部見てるわけじゃなくて、この流れてきた回のやつしか見てないからね、他の話がどういうやつかまだ分かってないので、そう、一部分しかまだ私も見てないから、おすすめ作品という風になわけじゃなくて、最近流れてきた面白くて気になってる作品ぐらいのやつです。続きが気になって買うか迷ってるよ作品たちです。ツイッターいっぱい流れてくるよね、すごいですよね。でもそこで興味を持ってもらえたらね、きっとたくさんの人に見てもらえるから。そろそろ23時になっちゃう。早い。明日も早起きして一日を長く使いたいですね。長く。そうね。第一印象大事。ガチャピンとムックの誕生日今日？ガチャピンとムック、なんか私がちっちゃい頃は番組がありました、ガチャピンとムック。いつまで会ってたんだろう。あったよね、ガチャピンとムックの番組みたいな。ガチャピン、天気予報に映り込まないように注意だ。グリーンバック、確かに。え、双子なのガチャピンとムックって。同じ誕生日なの？すごいね。え、同じなの？え、どういう関係なのガチャピンとムックって。
調べよう。ガチャピンムックキャラクター紹介。ガチャピン5歳。あ、全然兄弟じゃなかった。ガチャピン恐竜の子供、ムック雪男の子供、どっちも4月2日生まれ5歳。出身地ガチャピン南の島、ムック北極近くの島。すごい、全然違うじゃん住んでるところ。どこで出会ったんですか2人の馴れ初めは。馴れ初めって検索する。どこで出会ったの。5歳なんだって。うん、番組が始まったのが今日らしいよ。1973年の今日に番組が始まったんだって。フジテレビの楽屋です。おもろ。そっか、楽屋で出会ったんか。仕事上の関係か。ムックの頭のプロペラはガチャピンのプレゼントだそうです。毛むくじゃらのムックが真夏に熱射病になれそうになった時にガチャピンがムックにあげたようです。だって初期設定では師弟関係らしいですよ。そうなの。初期設定、いくつか説があるらしい。諸説ありだってよ。いろいろ説はあるけど、どちらにせよガチャピンとムックはすぐに仲良くなってずっと一緒に冒険遊びを楽しんでいますって書いてる。あれれれ、運命ってこと？出会う運命だったってこと？出てこない、ちゃんとしたその馴れ初めみたいなのは。ほい。泳げたいやきくんが大ヒット。そうなんだ、この番組なんだ。泳げたいやきくんって毎日毎日僕らは鉄板の、私の地元のたい焼き屋さんがいつもこの曲流してた。へー、すごいね。1973年ってことは本当は何歳なの。5歳って言ってるけど本当は何歳なんですか。いくつだ。 51？ うん。わお、すごい長生き。へー、めちゃめちゃサバ読んでた。ずっと5歳。すごいね、だって今のさ若い子たちでも知ってるキャラクターじゃないですかね。今からお家で帰ります。気をつけて帰るんだよ、夜道に。あとタヌキ、なんか2週間ぐらい前さ、私の X のおすすめ欄タヌキの動画とかタヌキの画像ばっかり流れてきたけど、みんなもそうでしたか。私だけですか。2週間前の X さ、タヌキだらけだったよね。そうだって言ってください。パセリだけじゃないって言ってください。やたらとタヌキがいっぱい流れてきたんですけど。うん、タヌキ。嘘、見てない。嘘じゃん。タヌキがいっぱい。あとさ、
何日か前のバラエティ番組でアンミカさんの番組でたまたま見てたら、この中からタヌキとアライグマを見つけましょうみたいなやつやっててさ、最近タヌキブームなんですか？タヌキが流行ってるのかな。なんかタヌキって海外じゃすごいレアな動物だから高値で取引されてるみたいなやつ見たよ。タヌキを欲しがってるらしい、海外の動物園が。なんでみんな知らないの？嘘じゃん、私だけだった？一個見ちゃったからかな。一個見たらどんどん流れてくるじゃないですか。そうなのかな。あれ？タヌキの鈍感そうな動きが流行ってるらしい。流行ってんだ今タヌキ。58分、終わる時間だね。終わる時間だ。皆さん今日いっぱい見てくれてありがとうございました。タヌキが流行ってるみたいだから、私も今度タヌキのコスプレとかして配信したらバズるかな。どうかな、バズらない？それは。見てくれてありがとう。あっという間だよ。私もタヌキ顔好きです。タヌキ顔に憧れている、可愛いから。あのね、その番組でやってたやつはタヌキとアライグマの違いは尻尾って言ってました。尻尾に線が入ってるのがアライグマって言ってた確か。あ、違う、アナグマ、あれアナグマかも、あれどっちだったかな。アナグマだかアライグマだかが線が入ってるやつで、タヌキは線が入ってないやつって言ってました確か。で嘘かもわかんない。パセリ何顔？パセリ野菜顔ですよ。野菜顔で やらせてもらってる。やらせてもらってる、ずっと野菜顔としてやらせてもらってます。じゃあ終わろうかな終わろうかなと思いますね。みんなもゆっくり休んでくださいね。火曜日お疲れ様でした。明日も頑張ろうね。では壇上に行きたいと思います。行きます。13位、おみかんさん。12位、陣内さん。11位、しんちさん。10位、くわどりさん。9位、わっちさん。8位、ふくちゃん。7位、ゼットさん。6位、しゅんさん。5位、G2 さん。4位、かずのしんさん。3位、よしひろさん。2位、いっちゃん。1位、まぽすさん。ありがとうございました。それではまた明日お会いしましょう。みんなお風呂頑張ってね。お風呂あった人は早めにスマホを置いて目ん玉を休ませてください。おやすみなさい。またね。夜食食べたらダメだからね。夜食食べたら歯を磨くんだよ。歯を磨いてね。じゃあね、忘れ物しないようにね。またね。バイバイ。